テイクオーバー。 Find your place around the world。 Find yourself around the beast。 Hey, what's that for still? And what's that? エクストリームスポーツ界最大のイベント X ゲー。陸海空地球上のあらゆる場所を使い世界のトップが競うドリームフェスティバル、それが X ゲームだ。今年で第5回目を迎えた 99X ゲーム。インラインスケートでは日本人選手の活躍が観客を釘付けにした。ジャパン旋風が吹き荒れたインラインスケートの奇跡を紹介しよう。ストリートはバランスよくオリジナリティの高いトリックを60秒で表現する。グラインドにスピン系を加えると高得点になる270ファーサイドソウルグラインド。フラットスピンは高さがポイント。360完全な1回転リューカンフラットスピン360。ギャップをまたがってのジャンプは高いスコアを獲得できる。ギャップ越えの540はポイントが高い。ウォールライドにグラブはスピードが決めて、片足ずつのオリジナリティあふれる技はポイントアップにつながる。スタイル、独創性、安定度、ライン取りがストリートの醍醐味だ。伊藤千秋は大阪出身の20歳。彼はこの種目世界と勝負できる日本が誇るトップ選手だ。ストリート会場の最も高いポジションからのスタート。クォーターを使って高いボックス上をカインドグラインド、トップサイドソー、ハンドレールを360、続いてファンボックスも360。クォーターはフラットスピン450オフ、ハンド越え、ファンボックス、トランスファーと華麗な伊藤ならではのルーティンだ。トーンスター540、速い回転だ。長めのキラーハンドカーブはトップサイドソール。笑顔と余裕が出てきた。最後はブルーのハンドカーブをソイヤル。伊藤千秋はライン中心の技でまとめた。ダイナミックなトップサイドソール、テクニックの高い確実なミストリアル。伊藤千秋はハイレベルなテクニックとルーティンで会場を沸かせ6位に入った。マット・サラーノはストリートとバートの両部門にエントリーし、両部門で決勝に残った数少ないマルチスケーター。540、グラブを入れ回転方向とは逆に足をひねっているところに注目。高度なエアはマットがバートのライダーであることから納得できる。バックサイド UFO、 バンクサイドからダイレクトにハンドレール、フロントサイドグラインドをメイク。 R2R を軽く飛んでバンクからカーブをバックサイドロイヤル、アリウプソールから90オフ、ミスオグラインドから360でオフ。フラットからバンクへ360、バックサイド、ミスでバランスを崩すが転ばない。ソウルグラインド540、
ここでタイムアウト。ハンドレール越えの360、彼のスピンには高さがある。540にグラブを入れ反対方向にスピン。フラッシュダンスからフロントサイドのグラインド、フィニッシュまでスピードをキープしてハイテンションのランだ。しかしマット・サラーの思ったより得点が伸びず4位に終わった。アーロン・ハインバーグは2年前のこの大会で優勝している実力者。アリュープターンのバックサイドサバンナ。バックサイド UFO。 大きなバックフリップ。ミストリアル、転ばない。フェイキーに切り替えてハーフキャブのソウルグラインド。360からロックを入れて180。フェイキーから720。トップサイドソールを狙ったがこれは失敗。バックサイドサバンナ。大きなバックフリップはアーロン・ファインバーグの得意技。グラブも入ってダイナミックだ。グラインドもきれいに決まり着地も完璧。360からロックを入れて180。アーロン・ファインバーグ、会場を大いに沸かせたがスコアが伸びずブロンズメダルに終わった。シルバーメダルをゲットしたのはオーストラリアのブレイク・デニス16歳。昨年アジアン X ゲームでの優勝者だ。フェイキーから180、ワンロックから360、フロントから180、そしてフェイキー・トゥ・フェイキー、フェイキー・トゥ・360。デニスならではのトリックだ。外巻きのハーフキャブからソウルグラインド。ハーフキャブのソウルグラインド、さらにフェイキーより。2回目のソウルグラインドは逆の足で滑っているところに注目。フェイキーから270のバックサイドロイヤル。フェイキー720、疲れを感じさせない流れるようなトリックの連発だ。トゥルースピンのトップサイドアリュープソール。最後はバックサイド UFO。 ブレイクデニスは体力の限界までブレイクした。フェイキーからレールに飛び乗り360で降りる。デニスの特徴はフェイキー系の技を入れることだ。フィニッシュのバックサイド UFO もきれいに決まった。ブレイク・デニスはトップに 0.25 ポイント及ばずシルバーメダルに終わった。女子ストリートを制したのは日本の矢部さやか。
1997年の大会に続いての2度目のゴールドメダルだ。矢部のビクトリーランを紹介しよう。ミュートウェア、ランディングが素晴らしい。ミュートウェア、セーフティーグラブ360、ミュートウェア。ソールグラインド、アリウープソール、クォーターを180、ロイヤル、ソイヤル、バックサイドフルトーク、矢部さやかはハイレベルなテクニックとルーティンで会場を沸かせた。ミュートエア、ランディングが決まった。セーフティーグラブ360、グラブもきれいに決まった。バックサイドフルトーク、矢部さやか、97年の大会に続いての2度目のゴールドメダルを獲得した。男子ストリート、ゴールドを獲得したのはカナダの新星、ニッキー・アダムス、15歳。新鮮なルーティンはジャッジに好印象を与えた。バンクを登って360、ファンボックスを大きな流感バイオ900、セールグラブ360、エアー攻めのものすごいルーティンだ。ハンドカーブをブースインサイドソールを使ったネガティブグラインド、ディザスターソール270オフ、ロイヤルから180、最後までスピードが落ちない。ハンドレールをグラブ180、最後はハンドカーブをファーサイドソール、それは失敗。しかし会場を魅了したライディングだ。流感バイオ900、キックを入れて観客にアピール、着地もしっかりコントロールしている。難易度の高いグラインド、そしてロイヤル、男子ストリートはカナダから彗星のように出現したニッキー・アダムスがゴールドを獲得した。シルバーにブレイク・デニス、ブロンズにはアーロン・ファインバーグが入った。インラインバーとは基本技のバリエーションが鍵となる。体を水平にして大きく回るフラットスピン、540は1回転半。フラットスピン540は体を寝かせて1回半回る。アンナチュラルはスイッチとも呼ばれている。マックツイストは頭を下にしたスピン、これを逆方向でやるとアンナチュラルマックツイスト。基本技を組み合わせた複合技が高得点を呼ぶ。これは4つの技を取り入れている。流感、540、ディザスター、182リバート、高度な複合技がバートの魅力だ。
男子バート決勝は10人のスケーターが2回のラン、1回の持ち時間は50秒、100点満点で2回のうちの高い得点がスコアになる。潜在能力は世界一と言われている安徳ファミリーの弟たけしはまだ13歳だ。小さなたけしが繰り出すビッグエアに会場は釘付け。フラットスピン540、900マックツイスト、カインドグラインド、インバート、スウェットスタンストゥーフォール、エクステンションを使ったグラインド、ロイヤル、インバート、トップサイドソール、最後は失敗したが観客を魅了したダイナミックな演技だ。たけしのエアーは誰をも魅了するダイナミックなものだ。約150センチの身長から繰り出される2メートル21センチのビッグエアーは神業。ツーグラブフラットスピンも完璧。900マックツイストも豪快だ。ロイヤルからのグラブも決まった。今後の飛躍が期待される安徳隆は今回8位に終わった。オーストラリアのことをタスマニアの出身シェーン要素、メダルを目指してダイナミックなエアで勝負に出た。最後は900フラットスピン、惜しくも決まらず。しかし賭けに出た大技に会場からは惜しみない歓声が続いた。両方向で同じスピンができる要素とは540フラットスピンを両方向で完璧に決めた。900マックツイスト、エッグプラントマックツイスト、そして最後に大技の900フラットスピン。着地が決まれば高得点につながった。シェーン・ヨーストは健闘むなしく5位に終わった。4位に入ったのはパナマ出身の18歳、マット・リンデンムス。多彩なトリックでパワフルなスケーティングだった。
2メートル24センチのダイナミックなビッグメソッドエア。540スイッチ540。 X ゲーム3回目の出場でメダルを目指したマット・リンデンムスは3位と同ポイントながらトータルポイントで負け、惜しくも4位に終わった。ブロンズメダルを獲得したのは昨年のシルバーメダリスト、オーストラリアのマット・サラーノ。今大会ストリートでも4位に入賞している。パワフルなビッグエアの連続。キャニオンミュートグラブ540、ニアミュート720、ミスティフリップ、フェイキー900、フェイキースティルグラブ360、エッグプラントマックツイスト、インバート、ロイヤル、フェイキーからフルスピントップサイドソール360、最後は900。満足いくスケーティングだ。ミスティフリップ、900、インバート、マット・サラーノはブロンズで終わった。シルバーメダルは昨年のゴールドメダリスト、オーストラリア出身のセサモラ。昨年のゴールドメダリストにふさわしいダイナミックなスケーティングを披露した。メソッドエア、ロケットエア、ダイナミックな540、リュウカンエア、キャニオンの540、バランスが崩れた。インバート、トゥルースピントップサイドソール、インバート1080、インバート540からロック、そしてフェイキー折り、フェイキーからインバート、ここで終了のブザーだ。セサモラ、会場の歓声で終了のブザーが聞こえないのか続々とトリックを披露。会場はヒートアップだ。ビッグエアは伸びが足りなかった。高さは2メートル16センチ。キャニオンの540、1080で勝負も着地が低くポイントが伸びないようだ。最後はフェイキートゥ900。ダイナミックなスケーティングにヤストコヘイトも拍手を送っている。昨年のゴールドメダリスト、セサモラ、シルバーメダルに終わった。安定したパワフルなスケーティングでゴールドメダルを獲得したのは日本のヤストコヘイト。パーフェクトなスケーティングで予選を通して完全優勝を飾った。ヘイトのビクトリーランを見よう。クロスロケット、リュウカン540、720、スイッチフェイキートゥリュウカン360、スイッチ720、フェイキートゥゼロスピントップサイドソール、コーンスターグラインド、
トップサイドポーンスター。ソウルトゥディザスターソウル。フラットスピン540。720ミュートフラットスピン。ヤストコエイト、最後まで観客を魅了した。幸男さんが息子をねぎらう。そして日本人スケーターたちの祝福を受ける。ポーンスターグラインド完璧。ソウルトゥディザスターソウル、高度なトリックも素晴らしい。最後の720ミュートフラットスピンも余裕で決めた。ヤストコエイトはこのランで今回唯一の80点台のポイントを出し完全勝利を飾った。昨年のゴールドメダリストセサモラはシルバー、同じく昨年のシルバーメダリストマット・サラーノはブロンズに終わった。ヤストコエイトはミレニアムに黄金時代を迎えるのだ。女子バートもジャパン旋風が会場に吹き荒れた。ラウンド1を終わって昨年同様の3人の争い。昨年のブロンズメダリスト小森脇は新しいトリックを披露。川崎あゆみは難度の高いトリックに挑戦。ファビオラダシルバの華麗なライン。ラウンド1を終わって川崎あゆみとファビオラダシルバは接戦だった。その差 0.25 ポイント。97年の X ゲームから参戦している小森真希は昨年に続きブロンズメダルを獲得した。ミュートエアー、バドミックミュートエアー、ロケットエアー、ミュートエアー、流感エアー、ソウルグラインド。キャニオンの540、確実に決めた。インバート、バックサイドグラインド、バックフリップ、最後はフラットスピン。着地が惜しい。確実なスケーティングと笑顔が会場を沸かせた。ソウルグラインド。540、高さがある。バックフリップも高い。小森真希は昨年に続きブロンズメダルを獲得した。女子バートで4年連続のゴールドメダルを獲得していたブラジルのファビオラダシルバはシルバーに終わった。リューカントゥミュートエア、ロケットエア、ステイルグラブエア、グラブ360 540 720。インバートキレが鈍くなってきた。
最後はアユプターンバックサイド。X ゲームのアイドル的存在のファビオラ・ダ・シルバに観客からは惜しみない拍手が送られた。540、着地も高い。720、綺麗に決まっている。インバート、コースの端ギリギリで決めた。4年連続のゴールドメダリストでディフェンディングチャンピオンのファビオラ・ダ・シルバは得点が伸びずシルバーに終わった。川崎あゆみは X ゲーム初のゴールドメダルを獲得した。今回最高得点をマークしたビクトリーランだ。ミュートエア、流感エア、ステイルグラブエア、流感トゥバトミックエア、ミュートエア、流感540、高い。720、アリュープターンバックサイド。正確さが目立つグラインド。フェイキートゥ270、トップサイドソール。インバート、マックツイスト720、ミラーフリップ、フェイキートゥ360、バックフリップ、川崎あゆみ、持てる力を全て出し切った素晴らしいランだ。流感540、空中での姿勢がしっかりしているので次の動作に余裕がある。720も着地の位置が高い。インバート、マックツイスト720にも余裕がある。積極的な素晴らしいランで川崎あゆみは女子インバートで初のゴールドメダルを獲得した。そしてディフェンディングチャンピオンのファビオラ・ダ・シルバはシルバー、小森真希はブロンズに輝いた。バートトリプル決勝は7チームが息の合ったコンビネーションを披露する。スタイル、独創性、安定度、ラインなどのエッセンスが採点基準だ。ブロンズメダルを獲得したのは安床兄弟と小森真希の日本チーム。盛大な歓声に迎えられた。ミュートエア、アリュープターン、たけしの900マックツイスト、バックサイドグラインド、ソウルグラインド、小森真希がちょっとミス。ミラーフリップ、小森真希が抱えるヘルメットに8をワンタップを入れた540、その下をたけしがグラインド。8がフラットスピン540、鮮やかなコンビネーション、マックツイスト。男女混合で日本チームは素晴らしいコンビネーションを見せた。ここで安床兄弟のお父さんが飛び入り、会場を大いに沸かせた。ソウルグラインド3連発。ミラーフリップ、
小森真希が抱えるヘルメットに8ワンタップを入れた540、その下をたけしがグラインド、そして飛び入りお父さんのトリック。ヤストコ兄弟と小森真希の日本チームはブロンズメダルを獲得した。シルバーメダルを獲得したのはオーストラリアのモラ・サラーノとアメリカのバドニックのチーム。モラが一人で最初にスタート。バドニック得意のアリュープフィッシュブレイン、3人のクロスを入れながらのメイクはすごい。空中でのクロスの技が続く。パワーを感じさせる。3人同時の720フェイキー900、モラが1080で締めた。スタイルと独創性で会場を大いに沸かせた。バドニック、アリュープフィッシュブレイン。3人同時のインバート。3人同時の720。モラ、サラーノ、バドニックチームはシルバーメダルを獲得。ゴールドメダルを獲得したのはクリス、ブハンダ、ストリートでも決勝に残ったボークホーストのチーム。クリス、大きなマックツイスト。ブハンダ、ボークホーストが540。ボークホーストのエクステンションへのトランスファーがすごい。ブハンダ、マックツイスト。ボークホースト絶妙なサバンナグラインド。クリス900フラットスピン。バート予選落ちの鬱憤を晴らした。クリス、ブハンダ、ステイルグラブマックツイスト、フラットスピン540。両サイドのマックツイストの間をボークホースト720。スタイル、独創性、安定度、ラインをアピールしたクリス、ブハンダ、ボークホーストチームはゴールドメダルを獲得するにふさわしいスケーティングだった。クリス、マックツイスト。コンビネーションが抜群だ。クリス、900フラットスピン。ボークホースト720。クリス、ブハンダ、ボークホーストチームはトリプルの全ての魅力を出した完璧な勝利だった。世界のトップスケーターたちが集結した99X ゲームインラインスケートは感動と興奮のドラマの中幕を閉じた。頂点に立ったメダリストたちの笑顔の裏には汗と涙とたゆまぬ努力の結晶が刻まれている。
完璧なルーティンで5種目中3名のゴールドメダリストを輩出し世界を席巻した日本はインラインスケート界の勢力地図を大きく塗り替えた。 99X ゲームインラインスケートは記念すべきミレニアムの中ニューヒーローの登場を確実に予感させるターニングポイントとなる大会でもあった。